ちは、とても久々のポケモン動画。今日もネタパですよ。ニックネームを見てもうお分かりですよね。そう、ガッキー結婚おめでとうございます。ということで、恋ダンス、星野源、ガッキーの3体でカジュアルマッチ行くぞ。てか相手のパーティ、リトルバスターズでしたね。これは楽しみ。こちらは驚愕の初手恋金。じゃなくて、恋ダンス。恋ダンスの想定していた使い方は、初手ダイマックスして大ボール、大ストリーム、大ボール、そしてタスキスイスイからのジタバタ。リトバスチームの初手は門面。先制技があるので、タスキからのムーブができません。よって、星の弦で歌っていきましょう。お相手は追い風などを打っているでしょうか。さあ、みんなに明るい話題をありがとう。星の弦、頼んだぞ。これは予想外のスイトル。門面は仕事をするために居座る、そして攻撃技で脅威になるものがないと思うので、星の弦で跳ねていきます。この玄武、星の弦、大変申し訳ないのですが、害悪型です。まずは黒い眼差しで逃げられなくします。門面の自然の力は、いたずら心でフィールドのタイプの先制技になるので、この場合はノーマル技。よって星の弦には無効。門面の持ち物はくっつき針でしたね。こちから攻撃技がないので、問題なし。ここは身代わりを置きます。どうやら門面、やることがないようですね。くっつき針の効果で、勝手にお相手は自滅するのですが、長引くのが嫌で滅びの歌を打ちました。いや、星の弦だから、歌いたかった。あくまでネタパですので。で、このままだと星の弦が一緒に滅びるか、交代先に置き土産が入るか、になりそう。数ターン後。滅び最終ターン、ここは星の弦を残してガッキーに繋ぎたいと思います。置き土産が入りますが、恋ダンスが残っているのでうまくクッションに使います。この雪ね。いや、ガッキーは努力値 DS 振りで心の壁、じゃなくて光の壁持ち。しかも甘えるとメロメロ、もう最強です。門面、ちょっとかわいそうですが退場。リトバスチーム、2体目はケイジー。一体何をしてくるのでしょうか。さすがに特殊だと思うので、光の壁から入ります。おっと、トリックルーム。ということは、3体目は遅いポケモンか。いや、リトバスだから、基本的にみんな遅いですね。置き土産でシーダウンしていますが、ケイシー相手なので、メルティキッス。じゃなくて、ドレインキッスで。このままメルティキッスでケイシーを突破。トリルターンも切れました。果たして、リトバス3体目は。最後は EV でしたか。お互いダイマックスを切っていないので、おそらく EV はダイマックスでしょう。物理か特殊か読みづらいですね。このガッキーは特防が低いので、光の壁から入ってみます。なんと、ダイマックスせずにマネッコ。これは読まれましたね。物理だった時に備えて、甘えるを打ちます。ガッキーの甘える。これは一撃必殺ですね。お相手ここでダイマックス。EV のアク技は噛みつくだけなので、物理型ですね。これは、甘えるが行きました。効果抜群でこのダメージ。カチカチガッキー。容赦なく甘える連打で機能停止にします。
恋ダンスチーム、勝ちました。これからも、末永く、夫婦を超えていきます。